鬱陶しい。もう髪の毛が長いし、金髪が飽きてきました。はじめ社長です。ひょっとしたらもうすぐもう金髪やめるんで、今のうちに、スクショしといて。皆さんは、食パンを食べますか？食パン！食パン！まあまあ、様々な食パンが世の中にはありますよ。パスコの超熟とかね。あ、これも聞く。フジパン本仕込みだ。ダブルソフトとか。これもなんか昔からあるっぽいな、なんか雰囲気的に。山崎パンのほぼ山崎じゃね、ほぼ山崎じゃね。世の中にはいろんな食パンがあるわけなんです。まあまあまあ、俺みたいにね、新世界の王、神となると、うん、俺みたいに神となると、食べ物のね、微妙な違いにも気づくんですよ。利き食パン、食パンの味を僕がね、何か当てます、今から。これによってね、やっぱ俺のね、このステータスというか、食べ物の小さな細かい違い、味の分かる男になるわけですよ。今までいろんなね、なんかこういうのやってるんですけども、ほぼ失敗に終わってます。今回は決めるぜ。では行こう。こちらの6種類。ふんわり食パン、超熟、ダブルソフト、柔らか仕込み、ロイヤルブレッド、本仕込み。柔らかが2つあるな。あ、じゃあ、ふんわりと柔らかだ。じゃあ早速ちょっと味見タイムです。ふんわり食パンから。ふんわりっていうぐらいだから分かりやすいと思うので、いただきます。あー、ふんわりしてる。この食パンって基本的に味があんまりないんで、小さな味を覚えて、俺は今日勝ちに行きます。ほんのり甘いな。超熟。ちょっと硬いかな。香ばしい。香ばしいな。ふんわりはちょっと甘かったんですけど、こっちは香ばしいぞ。あんまり甘くない。ちょっと大人の味ですね、超熟は。ダブルソフト。あー、柔らかい。柔らかい。謎。一番何にもないわ。ダブルソフトは何にもないぞ。でもちょっとね、なんか。む。柔らか仕込み。柔らか仕込みだけトップバリューのやつです。じゃあいただきます。え？なんか給食に出そう。給食感がありますね。次、ロイヤルブレッド。食パンの耳を食べるからダメなんだ。中を感じよう、中を。ああ、これは、無理かもしれない。いや、そんなことねえぞ。全部同じだ。フジパンの本仕込み。いきます、フジパン本仕込み。同じ！だって、多分ね、微妙な違いはあるかもしれないけど、やっぱ同じだよ。何が違うっていうの？ちょ、待って、今回笑えないわ。今回やばい。本当にわかんない。ちょっともう一周します。本仕込み美味しいのかな？これうめえぞ、多分。本仕込み美味しいです。で、後のも美味しいです。全部美味しい。俺これ大丈夫かな？各食パンが分かりやすいように、目印をつけました。このコップに食パンを入れて、僕が目隠しをして、これは何かを当てます。最初味見チェック。もうちょっと味見させてください。優しいんだよ。ふんわり。ふんわりは優しい。超熟はちょっと苦い。待って、これ量均等にしなきゃなんか、あれね、不正とか言われそう。全部同じぐらいの量でしょ？全部同じぐらいの量だよね。よし、バッチリだ。当てたら俺本物だぞ。俺は今回3度も味見した。以前とは違うからな。行くぞ。あ、もう見えてませんからね。見えてませんからね。よし、じゃあ行きます。シャッフルスタート。あー、あれ？落ちた落ちた。あったあったあった。よし、整いました。では実食。じゃあこれからいきます。これからいきます。ファーストインプレッション。あ、これわかるかも。いただきます。あ、わかる。あ、あれだ。ふんわり食パン。全部同じ。ん？あ、ロイヤルブレッド。3個目にロイヤルブレッドです。食った瞬間分かった。